今日私はマタイによる福音書13章18節から23節の御言葉を通して御言葉の実りとなるまでという題名で御言葉を語りたいと思います。御言葉の実りとなるまで2023年の信仰指標が画面に出ています。アブラハムが歩んだ信仰の道を たどり救済士の完成に力を尽くす教会というえ信仰のタイトル信仰指標なんですけれどもえこの私たちはアブラハムについて深く考えてみなければいけませんアブラハムがなぜ私たちの信仰の先祖でしょうかその理由はアブラハムには信仰の実りがあったからであります聖書で 聖書を見ると、アブラハムの信仰がどんどん成長して完全になったと語っています。ヤコブの手紙2章21節から22節の御言を見ると、私たちの父アブラハムはその子・イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたのではありませんか。あなたの見ている通り、 彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされと語っていますね。行いによって信仰が全くものとなったと。全うされたと語っています。信仰の実りを結んだということです。私たちも同じように実りを結ばなければいけません。神様が求めておられるのが実りです。信仰は私たちの心、 魂から始まるものですしかし結果はですねその信仰が行いによって現れなければいけないということを私たちはこの聖書の御言葉を通して見ることができます。ヤコブ2章に記録されていましたね。ではこの実りというのは何ですか種をまくとその種が、えー、芽を出して木になります。そして実りを結ぶわけですよね。 その実りの特徴は何かというと最初そのまいた種が土の中で死ぬのではなくその中に実りとして保っているわけですねですから種があるのが実りです種があるのが実り私たちが今暮らしているこの世の中宇宙万物この宇宙も木のような存在であります神様が最初 御言葉の種をまかれましたヘブル11章3節を見るとこの全ての世界が神の御言葉によって作られたと語っていますねその御言葉の種をまいた時宇宙万物が作られ地球が作られ結局私たちもそこから生まれてたわけですではこの宇宙万物神様が創造されたこの 地上が木であるならば、その木もやはり実りを結ばなければいけません。それが私たちの使命ですね。実りというのは種がその中になければいけません。最初、巻かれた種は御言葉です。その御言葉がどこにありますか神の形にかたどられた人の中にあるわけです。私たち皆さんの中に御言葉があります。その人は宇宙の 実りなわけですね宇宙万物、私たちのために全て創造されたと語っています。ですから私たちは神様の形にかたどられた人としてこの世の中で最も尊い存在だということができるわけです。神様は私たちに実りを求めておられます。私たちいつも御言葉の実り、 多くの実りを結び神様の前に栄光をお返しする皆さんとなることを忍びなもって祝福します。今日私はこの種をまく例えを通して御言葉の実りとなるまでどのような過程を通過しなければいけないのかを見てみたいと思います。イエス様が語られたこの例えを見ると4つの畑が出てきますね。4つの場所。それは 全て人の心を意味しています。人の心。私たちはこの例えを見るときに、この4つの人の心、4つの部類の人を意味すると言えます。しかし、それだけではなくですね、この4つの畑は、4つの場所は、私たち自身が必ず。 え歩まなければならない信仰の段階だとも言うことはできるでしょう。それがイエス様の語られたその順序の通りになるかは分かりませんけれども同時に起こるかもしれませんけれどもこの4つの畑4つの場所が私たちの人生の中に現れることがあるということです。この4つの畑について今日私たちは見てみたいと思います。まず番番目に1番目にの段階は 御言葉を聞いて悟る段階です私たちが御言葉の実りとなるまで御言葉を聞いて悟る段階が必要です。またイによる福音書13章19節を見ると書いていますね。道端に巻かれた種について記録されています。この道端に巻かれたと語っていますけれども。 これは御言葉を聞いて悟ることができなかった人その結果悪いものが来てその種を持っていくと語っていますねですからこの悟ること悟ることというのは世の中の人と天に属する人の関門なわけですね分けられるわけです御言葉を悟らなければ決して天に入ることはできません ですからイエス様はたとえによって語られたわけです。またイ13章34節を見ると、イエス様がこれらのことを皆、君主に例えを持って話さ,話されたと語っています。例えを使わずには何もお話にならなかったと語っていますね。ここを見ると、君主に話される時に例えを使われたと。しかし、弟子たちにはどう語られましたか弟子たちにはその例えを解釈してくださったわけですね。 つままびらかに開いいてくださいましたそのようにイエス様はその群衆たちとイエス様を信じる弟子たちと区分されたわけですね。弟子たちは悟りました。しかし、群衆は悟ることはできなかったわけです。ですから、群衆にはいつも例えを持って語られたわけです。マルコ4章10節を見ても同じように記録されていますね。イエスだけになったとき、 いつも付き従っている人たちが十二弟子と共とにこの例えを聞いたと語っています。ですから、この例えをイエス様が説明してくだされなければ弟子たちも悟ることはできないわけです。弟子たちも理解できないんですね。ですから、弟子たちは集まってその意味は何ですかと聞いたわけですね。その時、弟子たちにだけ説明してくださるわけです。 それでまた1十三章十節から十一節を見てもすると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った「なぜ彼らに例えでお話になったのですか?」と「なぜこのように難しく例えを持って語るんですか?」と「説明をたやすくしてくださればいいでしょう」と言ったんですけれどもイエス様は答えられましたね。十一節に「あなた方には天皇御国の奥義を知ることが許されているが彼らには許されていません」と語っていますね。 線を引いてあなた方とまた彼らは違うと弟子たちは悟りを与えてくださりまた君主彼らにはその悟りをお渡りにならなかったわけです。これがイエス様がたとえによって語られた理由と目的です。その目的は何かというと隠すためです。御言葉を隠されているわけですね。誰にですか君主に。なぜならば 彼らは結局、関心も持っていません。信仰を持とうともしません。ですから、イエス様はその御言葉を説明する必要もないわけです。しかし、弟子たちは悟りたいわけですよね。この意味が何なのか、イエス様に向かってきて、え教えてくださいと聞いているわけですよね。ですから、このように例えを。 えー、持って語られた理由について14節を見るとこう語っています。またイ13章14節にあなた方は確かに聞きはするが決して悟らない確かに見てはいるが決してわからないからであると語っています。群衆はですねいくら聞いても決して悟ることはできないんです。イエス様がこう語られました。またイ7章6節を見るとですね 聖なるものを犬に与えてはいけませんと。また豚の前に真珠を投げてはなりません。悟ろうとしない人たちに真珠のような御言葉を、その御心を、その悟りを与えないということです。ですから私たちはですね、この御言葉をしっかりと悟ろうとする信仰を持たなければいけません。その神様の御言葉を求めて、 その意味が何なのかを悟るために一生懸命勉強しなければいけないわけです。求めるものにだけ与えてくださります。開いてくださり、解釈してくださり、悟りを与えてくださるわけです。ですから、弟子たちのように私たちもイエス様に向かってこれが何の意味ですかと、切に願い求める信徒とならなければいけません。そうやって悟りを得る皆さんとなることを、主のみなもっ祝福いたします。 この御言葉に対する悟りはですね世の中の知識や知恵とは関係がありませんいくら勉強しても全く意味がないわけですいざや29章11節から12節にこう語っていますそこであなた方にとってはすべての幻が封じられた書物の言葉のようになったこれを読み書きのできる人に渡してどうぞこれを読んでくださいと言ってもこれは封じられているから読めないといい またその書物を読み書きのできない人に渡してどうぞこれを読んでくださいと言っても私は読み書きができないと答えるだろうと語っていますねいくら世の中の知識があってもですね見ることはできないわけですイエス様が開いてくださらなければ見ることはできないものなんですねですから見言葉を悟ることが最初の段階であるということを悟って 一生懸命神様の御言葉を学ぶ信徒となることが必要なわけです。2000年前、イスラエルの人々は御言葉を悟ることができずに滅びました。ホセア4章6節に、私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私はあなたを退けて私の歳子としない。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れようと語っていますね。 この知識というのは世の中の知識ではなく神様の御言葉に対する知識を意味しています。ですから道端に巻かれた種というのは悟ることができずにサタン悪いものが来て奪っていたと語っていますよね。私たちもいくら御言葉を聞いても悟らなければ意味がないわけです。悟らないと意味がありません。 ルカによる福音書24章45節を見てもイエス様が聖書を悟らせるために彼らの心を開いてくださると語っていますイエス様が私たちの心を開いてくださるわけですしかし道端に巻かれた種これ道端というのはどこですか道端というのは今のようにコンクリートやアスファルトではないわけですよねその当時は多くの人が行き来すると道になるわけです ですから多く行ったり来たりするために、えー、土が踏まれるわけですよねそういう硬くなった心がこの道端を意味するわけですね世の中の知識だったり経験であったり多くの知り合いであったり多くのことを知っているわけですしかしそれが見、えー、言葉を悟りにあたってマイナスとなるわけですね 私たちは御言葉に集中して子供のような心でこの御言葉を受け入れなければいけないわけです。世の中の知識や経験によってそれを理解しようとしてはだめなわけです。2番目は精錬の段階があります。精錬。訓練されることですね。御言葉を悟った次にはですね、その御言葉の種が根を下ろして、 いくら風が吹いても雨が降っても揺らぐことのないそういう信仰の根がなければいけないことを意味しています。2番目の例えでは岩地にまかれたと語っていますね。この岩地というのは石がありその上に砂が土がですね少しあるわけです。ですから芽が出るんですけれどもそして根を下ろすことはできるんですけれども 石があって妨げられるために深く根を下ろすことはできないわけです。ですから苦難や困難が来た時にいつも揺らいでしまい、また倒れてしまうわけですね。ですから今日の本文マタイ13章20節を見ると、御言葉を聞いた時にすぐに喜んで受け入れるわけです。ああ、み言葉がいい。ですから悟りはあるわけですよね。しかし、 深く根を下ろすことができないわけです。ですから苦難や困難が来るときには倒れてしまうわけです。これを見るとですね、私たちが神様の御言葉を聞くとき、その御言葉のために困難や迫害が来るということを知ることができます。イエス様は語られましたよね、御言葉のために困難や迫害が起こると。 皆さん、例えば、予部を知っていますよね。なぜ、サタンが予部を試練に合わせたのですか予部が神様をしっかりと信じるから、サタンが予部、ね、をテストしたわけです。イエス様も語られましたね。ヨハネ16章33節を見ると、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。 しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと。イエス様は弟子たちに向かって、世の中にあっては困難が与えられると語っていますよね。苦しみがあると。しかしその後には勝利があることを語られました。ヨハネ17章14節を見ると、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし、世は彼らを憎みました。私がこのようなものでないように、彼らも この世のものではないからですと語っています。父,父の御言葉を与えたために、世の中が彼を憎むと語っています。私たちが御言葉を受けたために、この世の中が私たちを苦しめるわけです。患難や迫害に遭うことがあるわけです。しかし、神様はその御言葉を受けた信徒を必ず守ってくださります。 ですから、ヤコブ1章2節から4節を見ると、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさいと語っていますね。喜びを、喜びと思いなさいと。それは試練の結果を知っているからです。御言葉を受けている信徒はそこで倒れることなく、必ず通過できると。神様が守ってくださるということを悟っているから、喜ぶことができるわけです。 ですから3節を見ると信仰が試されると忍耐が生じるということはあなた方は知っているからです。忍耐が完全に働かれればですね成長を遂げた完全なものとなることができると語っています。忍耐を通して私たちが完全なものとなるわけです。ですから私たちがその苦難も喜びとして受け入れることができるわけです。 ですから、この信仰には必ず忍耐が必要です。忍耐がなければいけません。忍耐がなければ、信仰を守ることもできません。しかし、この岩地はですね、とても固い場所ですよね。心がかくななわけです。アラノで暮らしていたイスラエルの人々。 40年間神様の前にどれほど不平不満を言いながら神様を恨みましたかヘブル3章7節から8節を見るとこう語っていますよね。ですから聖霊が言われる通り今日もし御声を聞くならば荒野での試みの日に御怒りの引き起こした時のように心をかたくなにしてはならないと語っています。御言葉を聞く時に心をかたくなにしてはいけない。 心が固くなるためにイスラエルの人々はあらゆる試練や勘難に会う時にいつも神様を恨み、不平、不満を語ったわけです。ですから彼らはみんなアラノで倒れてしまったわけですよね。死んでしまったわけです。それがアラノの結論です。ですから私たちも御言葉を聞く時に私たちは いつも感謝を持ってまた謙遜な心を持って歩まなければいけませんそういう時に神様が実りを与えてくださるわけです3番目は誘惑に打ち勝つ段階であります誘惑に打ち勝つ段階ある人は試練や困難にあった時に乗り越える人がいますしかし誘惑に弱い人もいるんですねそれが3番目の例えである イバラの畑です。イバラ。のイバラというのはギリシャ語でアカンダと言います。これはアダムが堕落した時に神様はアダムを呪われてその時にこの地があなたによってイズバラとアザミを這いさせると約束語られましたよね。イバラとアザミ。同じ単語です。またイエス様が十字架にかけられる時にも 頭に茨の冠をかぶられました。その茨も同じ単語であります。アカンダ創世記3章中8節になりますね。土地はあなたのために茨とアザミを生させ、あなたは野の草を食べなければならないと。この地上、土地がですね、私たちの心を意味しているわけです。アダムの堕落した後に人類のすべての心の中には茨とアザミが生えたと語っているわけです。 それが罪の要素なわけですね。ですから、イエス様がかぶられたこの茨の冠、この茨が私たちの罪です。人類の罪がイエス様を刺したわけですよね。では、このような茨のような要素は何ですか今日の本文、マタイによる福音書13章22節を見ると、世の中の心遣いと富の窓わしだと語っていますね。 この例えをマタイマルコルカ同じように記録しているわけですけれども少しずつ違いますこの3つの箇所を比較してみるとこう語っていますマタイ1 3章22節では世の中のの中心遣いと富しかしマルコによる福音書を見ると世の心遣いや富の窓足その他いろいろな欲望と語っています また、ルカによる福音書では、この世の心遣いや富や快楽によってと語っています。快楽。ですから、これを見るとですね、いばらは4つがあります。世の中のえ心遣い、富や、また、その他、いろいろな欲や、また、快楽。いつも遊ぶこと、楽しむこと。 そののののようななものも私たちの中の茨となるとる語っていますこの世の中の心遣いこれは現実的な日常生活を意味していますどうやって食べてどうやって飲んでまた働くことやそういう日常的なことですから天の御国とは全く関係のないことですよね現実的な問題です 私たちがそういうい日常的な生活をしないいわけにはいきませんしかしそれが憂いとなり心配となり苦しみとなるならばそれが御言葉ばを殺してしまうわけです。御言葉ばを捨て,捨てさせるわけですよね。また富の誘惑、またいろいろな欲が出るわけですよね。また快楽、いつも食べて遊んで飲んでそういうことに溺れてしまうと御言葉ばが 決して実りを結ぶことはできないと語っておられるわけです。今日の本文を見ても、これらのものがすべて御言葉の実りを塞いでしまうと語っていますね。この単語がギリシャ語でシンプネ語と言います。これは窒息させるという意味です。窒息させる。また、押し殺すという意味があります。 こういうものが私たちの中にある御言葉を押し殺し窒息させて実りを結ぶことができないように殺してしまうということを語っているわけですイエス様も十字架でかけられる時に何によって死なれたんですか血を流したためではありませんイエス様が十字架にかけられる時に 天に釘を打たたれましたよねですから体重が下に降りていくために肺が押し潰されるわけです。ですから窒息して死なれたわけです。肉体の,その体重のためにですねローマ八章3節を見ると肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。 神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪の処罰をされたと語っています罪深い肉と同じような形でお使わしになったとですから私たちの罪を全て背負わせたと語っています十字架で私たちの罪の重さによって窒息されたわけですその罪の重さ その重さによって窒息死されたわけです。それが2000年前だけではなく、今も同じなわけですよね。今も同じようなことが起こっています。私たちの心の中で起こっているわけです。ヨアネ1章1節を見ると、イエス様が御言葉ばだと語っていますよね。14節を見ても、イエス様が御言葉であると語っています。しかし、その御言葉ばが私たちの心の中で実りを結ばなければいけないにもかかわらず、 いろいろなこういう誘惑によって私たちがその御言葉を窒息させているわけです。ですから、ルカによる福音書21章34節を見てもこう語っていますよね。あなた方の心が宝刀や深酒やこの世の患いのためにみ沈み込んでいるところにその日が罠のように突然あなた方に望むことのないように気をつけなさいと語っています。宝刀や深酒や世の患い こういういろいろな誘惑によってその日が審判の日が罠のように来ると突然あなたに望むのですとですから気をつけなさいと語っています。このような世の患いや誘惑によっていばらのようなものに打ち勝つことができる秘訣は何かというと36節にあります。 ルカによる福音書21章36節を見るとしかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらの全てのことから逃れ人のこの前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさいと語っています祈りしかないわけですねそれをイエス様は語っておられますいつも油断せずに目を覚まして祈らなければいろいろな誘惑このような茨ばによって私たちの中にある御言葉ばが 窒息すするるることとになると語っているわけですそして最後の4番目は余地です。余一。余一については何を語られたかというと、御言葉を聞いてそれを悟る人でまた身を結ぶものであると語っています。余地は御言葉を聞いて悟って実りを結ぶものであると。この悟るというのは、 え最初に出てきましたけれども結論でまた出てきます。ですから悟るということがどれほど重要なのかを強調しているわけですね。ですから私たちは聖書を学ばなければいけません。見言葉を聞いて読んでまた学びながら悟らなければいけません。それが重要なんですね。悟らなければ悪いものが来てその種を全て奪っていくわけです。それをイエス様が語られているわけですね。 そして悟れば悟るほど祈りを持ってその苦難や困難に打ち勝たなければいけません。あらゆる誘惑に打ち勝つ信徒とならなければいけないわけです。ですから結論は簡単です。第一手もて4章5節に神の言葉と祈りとによって清められるからですと語っています。一番基礎的なことなんですね。御言葉と祈りです。一番根本的なものであり、 一番重要なものであります。愛する皆さん、2023年、この御言葉と祈りによって基礎を磨く皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。基礎がしっかりとしていれば、決して揺らぐことはありません。しかし、基礎がないから問題が起こるわけです。ですから皆さん、 御言葉と祈りの集まりに皆さん参加されていつも神様の御言葉を通して聖書の御言葉を悟りまた私たちの祈りに答えを受けていつも良い土地として神様の前に歩むことができるように30倍、60倍、100倍の実りを結ぶ皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします祈ります。 愛する父なる神様、感謝いたします。2023年、このように手術を迎え、今日も神様の前に礼拝を捧げることができるように導かれ、私たちをいつも目の瞳のように守ってくださることを心から感謝いたします。また神様の前に礼拝を捧げることができる恵みに感謝いたします。先週1週間も守られたように、これからの人生、 一日一日を共に歩んでくださり神様が守ってくださり私たち信徒一人一人万事において益となり勝利を得ることはできるよう祝福してください今日の御言葉のように2023年御言葉と祈りによって私たちの基礎をしっかりとたたげることはできるよう導いてください神様がどうか私たち共におられて信徒一人一人の 歩みを導いててくださって水曜日また、蒼天礼拝金曜祈祷会また、日曜礼拝も神様の恵みによって大きく成長していくことができるように導いてくださりどのような試練にも誘惑にも打ち勝つことができるような強い信仰の持ち主となることができるよう導いてください。私たちの力ではできません。ですから 私たちは神様の前に祈りながら求めたいみます。どうか私たちの祈りに耳を傾けてくださり、答えを与えてくださり、この世の中で罪の中でも勝利をすることができるよう祝福してください。また自分自身にも打ち勝つことができるよう導いてください。特に子どもたちを覚えてくださりまして、世の中のあらゆる誘惑にも。 御言葉の力によって打ち勝つことができるよう導いてください。ヨセフとダニ,ダニエルのように頭となり、また聖なる青年たちとして成長していくことができるよう導いてください。また今日、今年1年、神様の前に計画し、また願い求める数多くのその祈りが神様によって 答えられるよう導いてください。また共に歩んでくださり、すべて願い求めることが実りとして結ばれる一年となることができるよう祝福してください。祈りの豊かな実りが家庭ごとに満たされることができるよう導いてください。祈った通りなされることを信じて、イエス・キリストの目のってお祈りします。アーメン